DFWR2DFWR2 は第一次世界大戦中のドイツの爆撃機である。ドイツ航空機工場が製作し、1918年8月に初飛行した。4台のエンジンを胴体内に収納し、ドライブシャフトで上翼に取り付けられたトラクター式の2機のプロペラと下翼に取り付けられたプッシャー式の2機のプロペラを駆動した。 6機が発注され、終戦までに2機が完成したが、戦闘に用いられることはなかった。1916年に開発され、1機だけが製作された、同じエンジンとプロペラの構成の DFWRI のペイロードを 2600kg 上回る 3400kg のペイロードを求められて開発された。エンジンは RI の 220HP のメルセデス D4。 4機から 260HP に強化され、信頼性が向上した DI バが用いられた。1918年8月に初飛行したが、ドライブシャフトの振動の問題に悩まされた。対策として、交換でドライブシャフトを囲い、支持部を強化された。6機を受注し、2機が終戦までに完成したが、第1戦での作戦には、性能不足であると判断され、 訓練用に運用された。戦後、24座席の旅客機に転用する計画がされたが、試作機が完成する前に計画は取りやめられた。ありがとうございます。